こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えつつ発信するチャンネル、好きです信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸師龍馬です。上田市の伝統工芸上田紬の職人をしてます。今日ご紹介するのは焼きそばです。信州なんだからそばでしょ、なんで焼きそばと思われる方もいらっしゃるかもしれません。確かにそば屋さんは上田市にはたくさんありますが、焼きそばも上田市民に長年愛された味があるのです。個人的な話で恐縮ですが、僕が子供の頃、時代にすると昭和50年代ですかね、買い物といえば上田市街地の商店街でした。休みの日に時々両親に町に連れて行ってもらって、買い物の後にレストランなどの飲食店で食べる食事がとても楽しみだったのを今でもよく覚えてます。その飲食店の一つが今日お邪魔する日照亭です。40年経った今も変わることなくその味わいは受け継がれています。まさに上田市民に長年愛された味、それが今日ご紹介する焼きそばです。焼きそばと一口に言ってもいろいろ種類がありますが、このお店の焼きそばはいわゆるあんかけ焼きそばです。麺が縮れていることが特徴です。拌麺というのも気になりますよね。これは醤油ベースのラーメンにあんがかかっている、いわばあんかけラーメンのことなんです。日照亭に来たら単品よりもセットを頼んで2つの味わいを楽しむのがおすすめです。上田市民の間では焼きそばとラーメンの麺&麺の組み合わせを頼むのは通と言われたりもしていますが、僕はお気に入りの焼きそばと小ワンタンのセットをオーダーしました。さあ焼きそばが来ましたよ。見てください、この美味しそうなホット、野菜たっぷりのあんで麺が隠れちゃってます。このねチャーシューもねポイント高いんですよね。焼きそばと一緒に運ばれてきた小さい器は食べている途中で使います。そしてセットの小ワンタンも到着って、全然小じゃない、すんごいボリュームでも美味しそう。それでは実食いただきます。まずは焼きそばを、ま、この味この味、いつ食べても間違いないわこれ。続いて今度はワンタンスープいってみますね。見てこれ、ワンタンの大きいこと、中身もすんごい詰まってる、もうシルクのようにツヤツヤ。うわぁ、ジュルンって口の中滑ってた、うまぁ。そして今度はまた焼きそばを、うまぁ、ワンタンの後に食べるとまた味わい深くなって最高。そうしましたらテーブルの上にあるからしと酢を使って味変します。小さい器にからしを入れて、そして酢を入れます。酢は大好きなので大量に入れちゃいます。そしてよく混ぜます。焼きそばの真ん中を少し開けておいてと、作ったからし酢を外側からと内側からまんべんなくかけます。では味変した焼きそばをいただきます。お、酢入れすぎた、でもうまい、うまっ。
ー食べたー、あー食べたー、あー、ごちそうさまでした。それにしてもセットってこんな量多かったっけな。皆さんも上田市民に昔から愛される味、焼きそばをぜひご賞味ください。動画をご覧くださりありがとうございました。よろしければいいね、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどん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 じゃんじゃんバリバリ発信していきますので、どうぞお楽しみに。